嘲笑うかのようなパスワークからファンソッコです。ファンソッコも右サイドから上がっていく。14番のミキッチ、クロスを上げる、シュートだー、見事に決まった。これで1点また先行です。いい位置に上げました。いやミキッチよく見てましたよね。この前も1回通したんですけど少し取られちゃったんですけど、またチャレンジしましたよね。変えた選手ミキッチとファンソック、はい、この2人です。まあ、選手起用はね、あの本当抜群だと思いますよね、本当に。ただファンソックの場合はもう緊急事態だと思うんですよね、はい、腰を痛めた中で、はい、塩谷真ん中持っていく。高木は大きく手を広げていますが、そこへはボールは出ません。塩谷開いてファンソッコ、もう一回ファンソッコ、高木です。さあコーナーキック1本目、ファンソッコ頭で落とす、シュート打った、これはなんとか弾き出した、まだボール生きてる。とはいえ仙台にとってはこの時間にノッツだというのも嫌な選手ではあります、はい。前節も広島切ったカードがみんな機能しましたよ ね、 そうですね。さあここはどうか、うん、わずかに合わなかった、後ろから来ましたがバーの上です。聖天はこういったプレッシャーから奪いました。 FC 東京さあ下がればチャンスだ、お出ましたよ、チャンスになる、パソコンドリブル自分でいくか、パスを出した石原シュート、うわ守る広島、このボールはそのまま流れる、いやシュートを打てませんでした。なんとかクリア、はい、佐藤久人からファンソッコ、そのまま上がるクロスボール入ってた、清水、清水打てない、今で素晴らしかったですけどね、清水もこれ寄って今ね逃げて、はい、スペース作ったんですけどね、ただ誰ですかね最後ね、さらに左に振った、ここは通らなかった、塩谷のパスカット、ファンソッコが行きます。さあゴール前すぐ有利ですよ、ファンソッコ勢いがあります、そのままクロスボール、高木、さあ前線に野津田がいます。しかしそこではなくファンソッコ上がってきました。ファンソッコのヘディング、試合は振り出しに戻りました。渡辺大吾の得点で1対1、大宮が追いついています。首位攻防戦、今度は広島、佐藤久人、特に韓国戦ではディフェンス裏に抜けた柿谷の先制点をアシストしています。クロスはその前にラインは割っていない、クロスを中でケアしました、甲府です。高萩ファン速攻、ふわっと浮かして中、ファン速攻、中クロス、どうか、書き出しました甲府のディフェンダー。いや広島らしい、タイム予定では4分です。4分、広島にはある4分、甲府には長い4分。クロス上がる、いやナイスタッチしましたね小木選手。塩谷、あここはいいところにボールが出た、ファン速攻、中里クロス入る、逆のサイドだ、清水トラップからシュート打てるか、よく守る、締めてますから、はい、なかなかこう中央にボール入ってこないですね。ここはドリブルで打開していきました。そして右に送ってファン速攻、低いクロス、佐藤久人の前でした。さあそして今度は広島の高萩、一つ右を使っていきました。ファン速攻、中にかわしていった、さあチャンスになる、折り返し、ジェシーが足を出しました、そしてシュート。広島の小学校の時にですね、はい、佐藤久人選手が学校訪問で来て一緒に給食も食べたと。でその後サンフレッチェジュニアユースに入って、その当時は柏木陽介選手がマイヒーローだったと。そしてああさあいいこの仕掛け、あ来ました、そしてノッツだ、いやまだあるファン速攻、見せました、交代で入ったファン速攻とノッツだ、そしてノッツだから森脇にいいボールが出ました。森脇中に入ってくる、あるよルーズボール拾った、さあここに飛んでいきましたが合いません、じりしてますし、これですね、ラストパス、はい、惜しかったですね。ここでファン速攻が上がります、いいですねファン選手、その後ろから石川を見ればファン速攻、中に入ってきた、いいシュートチャンス、石川パスト、そして来ますげだ、このファン選手ですね、はい、ファン速攻のこの攻め上がりが
このゴールを見ましたね。そうですね、合ってないですよね、やはりね。チャンスをものにできていないジビロです。アリクロス中央跳ね返した。佐藤久人前を向きます。日本代表青山、ね、サイドチェンジ、はい、ファン速攻へ、中に高萩、遅れて石原も来る、クロスが入る、ヘッド下、高萩、八木さん、はい、金園選手のゴールでサンフレサポーターの声すごく大きくなりましたね。そうですね、なんとか1点勝ち越してくれというそういったサポーターの願い、大きな声となって現れています。入ったばかりのファン速攻、フリーですよ。中央、青山から右へ、ミキッチクロス、当たってボールが出ます。ここをしっかり、ね、守りきればカウンターっていうのが、ね、仙台得意ですので、はい、ここはしっかり守りたいところですね。ファン速攻から佐藤、佐藤、もう一度ファン速攻です。石原出身、ここは角田のディフェンス、高萩、今度は左のファン速攻、ここは菅井がぴったりついてファン速攻入れてきたが、佐藤久人なんとか頭では、さあ、この裏を狙うファン速攻だ、ゴールを狙う、ポスト、ファン速攻、ここも強力、高萩、これも水本を使う、その後ろからのボール、ファン速攻かわした、ルーペでした。ミキッチ、こぼれ球をクロスボール、ファーサイド、ファン速攻のシュート、いきませんでしたが、ファン速攻が上がって迷わず、ファン速攻を使う、上がっていくファン速攻、ファン速攻シュート、ゴールキック、ニアを狙います。キレ流した、そうなくなった、今ファン速攻面白くなってきましたね、この位置にいるのが佐藤久人、本当ですね、ファン速攻が触ってますよね、ヒールからですね、逆サイドを使います。ここにフリーの森脇がいます。森保監督が拍手を送った、そのサイドチェンジから森脇、ファン速攻を使う、ファン速攻のクロスから佐藤久人、完璧だ、来たね、ファン速攻のサイドを崩した、変わってくるとここですよね、前でポジションを取って、はい、背後に瞬間逃げていって、さあ今度は一気にチャンスですよ。そうですね、ファン速攻、中央、石原、持田もいる、高萩もいる、ファン速攻決まった、決めました、4点目、そして自身初ゴールです。っていう、ここですよ、ボールキック、これ4点目のシーンなんですけどね、西川から、はい、相手の守備の陣形が整わないうちに、正確に速いボールで、これアシストですからね、はい、で決めました。カウンターを狙います。石原から高萩、高萩粘る、倒れない、つながった、石原スピードアップ、左サイドファン速攻、コントロール、シュート、見事なカウンター、広島先制しに来ましたけれども、はい、倒れませんでした。いや、それだけね、両監督とも熱く、本当ね、声も大きくなりますよね、はい、さあファン速攻、ボールを受ける、ファン速攻、カットインからシュートだ、ファン速攻